青森ソーグー。青森市の未来をつくる取り組みをご紹介する青森ソーグー。毎年9月1日は防災の日。青森市では新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい防災対策に取り組んでいます。今回はその内容を詳しくご紹介します。番組を一緒に盛り上げてくれるのは青森市観光大使 GMU の皆さんです。 GMU の皆さん、こんにちは。こんにちは。皆さんは防災の三条を知っていますか？三条の一つ、自助とは何でしょう？シュリちゃん。はい、自助とは自分で自分の身を守ること。そうですね。続いて共助とは愛ちゃん。はい、町会や近所の人同士で助け合うことですよね。正解です。では公助とは何でしょう？リナちゃん。はい、国や県、市町村などの公的な支援のことです。その通り。今回はその三助と新型コロナウイルス感染症に配慮した新しい防災対策について学びましょう。防災そう災害はいつ我が身に起こるか分かりません。皆さんは日頃どのような防災対策を行っていますか？今日では日頃の備えに加え、新型コロナウイルス感染症防止対策として3密回避などの対応も不可欠です。新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい防災対策を防災の三助の視点からご紹介します。防災の三助、自助、共助、公助。まず基本となるのが自助。自助は自分で自分の身を守るために自宅での備えを日頃から行うことです。こちらは県内最年少防災士の工藤空さん。昨年13歳の時に防災士の資格を取得。この日は弟たちと防災リュックの点検をしていました。いきなりですが、ここで防災クイズ。非常用持ち出し袋にはこのように必要最低限の防災グッズを用意しておくことが大事ですが、新型コロナウイルスの対策に向けて新たに追加しておくべきものは何でしょうか？1、顕微鏡。2、栄養ドリンク。3、衛生用品。正解は3、衛生用品です。避難所などの多くの人が避難する場所では感染症の予防対策が重要です。一時全国で相次いだ衛生用品の不足。避難所の物資にも限りがあります。日頃から忘れずに用意しておきましょう。第2問。災害が起きた時、避難所の他にも自宅での安全確保が十分な場合に在宅避難があります。在宅避難をする上で事前に準備しておくべきものは何でしょう？1、ゲーム機。2、ライフラインの備蓄。3、入浴剤。正解は2、在宅避難では家庭での備蓄が重要になります。また停電対策のための電気、ガスなどのライフラインも備えておくと安心です。第3問。あなたが外にいるときに大地震が起きた場合の正しい避難場所はどこでしょうか？1、コンビニエンスストア。2、ガソリンスタンド。3、交番。正解は2、
ガソリンスタンドは意外にも火にも地震にも強い施設です。阪神淡路大震災では実際に猛烈な火災がガソリンスタンドで焼け止まりになったという例があるんですよ。災害が起きた時の被害程度や避難場所までの経路の確認にはハザードマップを活用し、家族と話し合ってみましょう。皆さん、クイズは何問正解できましたか？災害時に円滑な避難行動ができるように準備をしておきましょう。私、クイズ全問正解しました。自宅での備えが万全かどうか見直したいなと思いました。次に共助での新しい防災対策を学びましょう。共助は地域で協力し合い、住民同士で互いに助け合うこと。周囲の人と行動することで安全性を高めます。青森市には積極的に防災訓練を行う自主防災組織があります。南部大八区自主防災会は14町会で構成されていて、年2回の訓練を毎年行っています。ある程度時が過ぎてしまえばまた一からの出直しということがありますので、あそこにはどなたが住んでるとか、そういう意味でもやはり毎年毎年変わってくるわけですから、やはりその辺の確認というか、そういう意味でもやっぱりあくまでも必要な訓練の一つでないかと思います。やはり避難所に地域で知っている方がおられると、避難して来られる方もかなり安心感というかね、やはり全然知らないよりも少しでもこうどっかで見たなっていうだけでもちょっとした温かみというか、そういうものが感じられると思いますんでね、その辺あたりが共助の一つでないかと思います。さらにいざという時十分な知識で動けるように、各町内会に1名の防災士配置を目標に現在防災士を養成しているそうです。青森市では救命工具などの備品を自主防災組織に支給しています。さらに今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した地域活動や環境美化、防災対策の町会、町内会活動が行えるよう各町会、町内会に対し3万円を助成しています。普段横山さんは防災校を子どもたちの学びの機会にも役立てているそうです。防災校の中にどんな備品とかものが入ってるだけでも理解していただくことなと思って、例えばここに怪我した家あれだったらば担架を持ってくるとか、あくまでもこういう防災っていうのは自分たちもこうやって守れるっていうことも分かっていただきたいということで、中学校の子どもたちにも開放しているというか見ていただいているような状況です。自助では対応できなくなったとき支えとなるのが共助です。そして公助を円滑に行うためにも共助の力が重要になります。災害が市内で一斉に起きた場合は全て工場だけでは対応できれないというのがもう確実に決まっているわけですから、そこに入って少しでもやっぱり地域住民の力になって、また工場の方の手助けになれるような形で進められればいいんじゃないかと思います。それが共助じゃないかと思います。災害が起きた時には自分で自分の身を守る自助、そして地域と助け合う共助が大切だと分かりました。避難所ではどんなものが必要になると思いますか？食料や飲料水。怪我をした人がいたら怪我の手当てをしてくれると安心です。そうですね。皆さんは防災活動拠点施設を知っていますか？それでは公助での新しい防災対策を調べてみましょう。
防災活動拠点施設というのはですね、まず避難所にも設定されております。でその避難所、いろいろさまざま避難所ございますけれども、そのうちその備蓄物資とかそういったものを各避難所の方に配送するとか、そういったの現地におけるですね、防災活動のベースキャンプというふうになってございまして、今市内の方では、小学校と市民センターの方で全部で60箇所を設定しております。災害時に災害対策本部として機能するのが市役所です。青森市役所本庁舎は司令塔としての役割を果たすために災害に強い4つの機能を備えています。1つ目は非常用発電設備。停電時、災害対策本部などの主要な設備へ96時間分の電気を供給することが可能です。2つ目は4日分に対応した飲料用水槽。また雨水をろ過した雑用水も備えています。3つ目は臨時駐車場の地下に埋まっている雨水貯留槽。1時間100ミリの降雨に対応し大雨に備えます。4つ目は駐輪場に10カ所設置できるマンホールトイレ。段差がないので高齢者や車椅子の方も安心して利用できます。災害時、避難所で課題とされているのが新型コロナウイルスなどの感染症対策。青森市では避難者の密接や飛沫感染防止のため、段ボール製のベッドや仕切りを各防災拠点施設に設置しました。公助は市役所、消防、警察、自衛隊などによる公的な支援のこと。避難所の開設運営、要救助者の捜索救出、ライフラインの復旧作業などが該当します。災害が起きたときには自助、共助、公助、それぞれ3つの連携が必要不可欠になります。災害についてはまる全部が全部防ぐということはできないので、減災、災害を減らすということは可能だと思います。なので皆さんと力を助け合ってですね、災害の方なるべく、災害に対する被害を少なくしていきたいという思いでやっております。災害が起きた時には地域の協力体制が大切なんですね。防災を強化するには三助のバランスが大事だと思いました。私もまずは自助しっかり準備したいと思います。私たちの町は私たちで守るという連帯意識を持ち、新型コロナウイルスに配慮しながら災害にも強い町づくりを進めていきます。青森サンクー。9月27日に青森市役所本庁舎1階ロビー北の広場、南の広場において青森防災体験広場を開催します。自分や家族のためにぜひこの機会に防災について学んでみませんか。青森市では毎週金曜日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため最前線で働いている医療介護従事者の方たちにエールを送るためフライデーオベーションを行っています。青森市を守るために尽くしてくださっている皆さんに向けて大きな拍手を送りましょう。